12レース、ドリームレース1着になりました広島の松浦選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は清水選手との連携でしたけども、有料範囲で作戦などはどういった感じだったでしょうか。まあ、スタートは近畿の前がいいっていうことだったんですけど、まあ、前にも言われてたし、まあ、でもスタートちょっと負けちゃったんで、まあ、そこは良かったのか悪かったのかはちょっと分からないですけど、まあ、それ以降はもう清水選手にお任せしてっていう感じ。そうですね、もう本当後輪だけ見て、はい、集中してました。新山選手と松木期待選手が踏み合っているレースでしたけども、そのあたりはどういうふうに見えてましたでしょうか。いや、まあ、全然余裕はなくて、前がどうなっているかも分からなかったんですけど、本当ヒロトの後輪と、松木君が後ろにいるっていうことだけ意識はしてました。で、清水選手と秋元選手が最終ホールに置かれていたところ、2角前ぐらいで切り替えたと思うんですけども、あのあたりの判断っていうのはどうですか。ちょっと、ね、合わされた感じだったんで、うちに踏んでいきましたけど、行けるところまでうち行ってみようっていう感じでした。最後の直線、うちを突っ込んできましたけど、ご自身の状態、感覚っていうのは、今のところ、どんな感じですか。感覚は悪くないですし、状態も別府の決勝戦ぐらいの、戻ってきている感覚っていう状態にあるのかなとは思います。この後というのは何かセッティングが触ったりとか、その無ケア中心にっていうのは、ケアというよりは指定練習とか過ごし方だけ気をつけてっていう感じですかね。状態や感覚を大事にしていくっていう。そうですね、はい、わかりました。ではこの後に向けての意気込みをよろしくお願いします。はい、残り4走しっかりレースが見せれるように頑張ります。よろしくお願いします。